丈夫。君が見ててくれたら頑張れるよ。鎧、重くないのかって？もちろん重いわよ。けど、重みがあるからこそ安心するの。私たち魔法少女騎士を守ってくれる防具だもの。マッサージでもしてくれるのかしら。ひどい筋肉痛になる前にお願いしようかしら。言っておくけれど、もう変なとこ触っちゃダメよ。鎧の着脱は心のスイッチのようなものだ。普段は生徒会長としての自分、鎧を着た今の私は魔法少女騎士であり、一人のチャレンジャーだ。模範となるには、ただ勝つだけではダメなのだ。触れるのであれば、試合の後にしてほしい。綺麗に触れられると、その、気が緩むというか。試合の後であれば、構わないから。